一口駅名解説へようこそ。今回は、八高線の箱根ヶ崎駅の名前の由来について解説していくよ。箱根といえば天下の県、温泉でも有名な神奈川県の観光地だけど、この箱根ヶ崎は箱根から60キロ以上離れたところ、不思議に思う人も多いんじゃないかな。箱根ヶ崎の由来にも二つの代表的な説があるので、両方紹介していくよ。一つ目は、狭山神社説。箱根ヶ崎駅近くにある狭山神社は、平安時代後期、源義家が東北地方で起きた戦いに参加する道中、この辺りで露営したところ、夢の中に箱根神社に祀られている神様である箱根狼が現れ、それに感動して建てたとされているよ。だから、狭山神社は昔は箱根権現と呼ばれていて、それが地名にも影響を及ぼしたという説だね。二つ目は、地形説。これまた箱根ヶ崎駅近くにある狭山池は、別名、箱の池、というよ。これは、地形的に箱の底のような窪地に池があったからついた名前とされているんだ。この箱の池が、狭山丘陵のふもと、つまり根元にあるから、箱根と呼ばれ、さらに、狭山丘陵の山裾が池の方に張り出している様子がいかにも岬っぽいので、箱根が先になったという説だね。ちなみにこの狭山池、昔はもっと大きかったらしいよ。狭山神社の位置も合わせて考えると、箱根神社と芦ノ湖の関係に見えてくる気がするね。実は箱根ヶ崎のあたりは、ミニチュア箱根としてのポテンシャルがあったのかもしれないと、うぷ主は調べていて思ったよ。一口駅名解説、今回はこれで終点だよ。次の駅もお楽しみに。ご視聴ありがとうございました。